義母先生2。義母先生のご覧の皆さん、はいさーい。さあ、今週も始まりました義母先生2。沖縄のエッチな地名紹介しちゃいます。はい、興味あるでしょう。興味あると思います。私も興味あったんで、まあ、いろんなね、まあ、全国あると思いますよ。あの面白い地名、変な地名、その中でちょっとこうエッチな響きのする地名っていうのはあると思いますけど、まあ、沖縄もね、例外なくあります。今日はそんな沖縄のエッチな地名ベスト5を紹介していきたいと思います。いきましょう。第5位、チャララ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 ラン、パン、みだら浜。みだら浜、みだらですね。みだらの浜なんでしょうか。実はこれは、西表島、西表島ね、八重山諸島の西表島にある、まあ、漢字で書くとね、全然みだらじゃないんですよ。みだらの浜じゃなくて、こう綺麗なね、綺麗なビーチ、こんな感じですね。みだら浜、みだら浜という民謡なんかもありますね、歌もありますんで、ぜひね、西表島に行ったらこの場所も行ってほしいですし、民謡酒場行ったらね、この曲みだら浜、リクエストしてみたり、その前にね、ぜひ、聞いてみ、チェックしてね、いろいろ聞いてみてください。みだら浜第5位。さあ、沖縄のエッチな地名第4位いきましょう。パララ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 ラン、パン、コチンだ、ムン、コチンだ、コチンだ。まあ漢字で書くとこんな感じですね。これは実は、まあ、前回というかね、これまでにやってきた、難読地名、沖縄の読めない地名でも紹介しておりますが、ここでもランクインしておりますね。すごいですね、コチンダさん。まあ、この読み方もね、やっぱ面白いなって話をしましたけど、これでコチンダと読みます。まあ、非常にこうね、まあ、言わなくても分かると思いますけど、このちょっとコチンダな感じがしますね。さあ、では、沖縄のエッチな地名、第3位って言いましょう。3位。3位からすごいよ。行く？行っちゃう？第3位こちら、ヘイ！おっぱだけ。よいしょ。おっぱだけ。おっぱだけ。これは、地元の人もね、知ってる人もこの辺からは多いです。泣き人村にある、おっぱだけ。おっぱ牛乳。それこそね、そこにいる、牛さんから取れた牛乳なんかも有名です。まあ、これ漢字で書くとね、こういう感じでございますね。おっぱだけ。おっぱヨーグルト。おっぱアイスクリーム。おっぱ牛乳。有名です。美味しいです。ぜひね、泣き人村に行って、まあ、泣き人村に行かなくてもね、結構もそのおっぱ牛乳、おっぱヨーグルト有名で店頭に置いてますんで、ぜひね、ご賞味、ください。第3位おっぱだけでした。さあ、第2位いきましょう。第2位これもすごいぞ。はい、今ここへ、はい、言わずと知れた、那覇にあります、まあ、その公園なんですけども、まあ、その地元の人はね、もう普通に使います。僕の友達もね、その近くに住んでる人います。電話なんかをすると、今何してんのという感じで電話すると、あ、今マンコで、散歩中みたいな感じで、まあ、普通に使います。まあこういう感じで書くとね、もうド直球でね、なんかすごい名前ですけども、まあ、漢字で書くとね、こんな感じですね。まあ、湖と書きますが、これは那覇市と、その豊見城市の間を流れる湿地帯のことをね、マンコと言いますけども、そのあたりのね、ところを、に公園があって、その公園がこのマンコ公園という公園ですね。非常にこう、まあもうこれなんかはね、土直球すぎて、最初びっくりしますし、県外の人たちもこのネットとかでこう騒いでる人いますけど、別にそんな恥ずかしいことない地名なんで、普通にニュースでも使ってます。沖縄の人たちは普通に使います。第2位。それではね、第1位行きましょう。これが1位と思った方多いと思います。でも、そんなことないんです。義母先生、ちゃんと、第1位、いい感じにチョイスしてますんで紹介しましょう。沖縄のエッチな地名第1位はこちら！タラララララララパン！インブビーチ！インブビーチ！まあ、漢字にするとですね、まあ、これだけでちょっとこう、やっぱ卑猥な感じしますけども、漢字にするとこんな感じですね。漢字にしてもまあまあ卑猥ですか？そんなことないですよね。沖縄の女村にあります、ビーチなんですけども、その陰部ビーチ、まあ、その陰部だけでもちょっとこう、卑猥な感じしますけども、ビーチっていうのもちょっともっと卑猥な感じ。そしてさらに、女村にあるんですね、この陰部ビーチは。だからこの、女村、陰部。ビーチなんですね。こう三連単で畳みかける感じがすごいこうインパクトありますよね。ということで義母先生は第1位に、この3枚ダブルトリプルパンチのインブビーチを1位に持ってきました。
さあ、沖縄のエッチな地名ベスト5紹介してきましたけども、ちょっとお口直しといったらあれですけども、沖縄のエッチな地名ベスト5紹介してきましたが、沖縄の可愛らしい地名もあります。可愛らしい地名もね、まあ、ベスト5ではなく5つほど、僕のね可愛いと思った地名紹介しましょう。これ何というか知ってますか？ぐしちゃん、ぐしちゃん、まあ、可愛いですよね。この頭とかいて、まあ、その方言読みでねぐしちゃんと読みます。頭という字が、ね、方言読みでちゃんと読みます。可愛いですね。標準語読みではぐしかみ、読む地名ですね。ぐしちゃん可愛いですね。ぐすくま、リラックマ、リラックマみたいですね。ぐすくま、リラックマって感じで可愛いですね。ぐすく、これはぐすく、沖縄のね独特の読み方ぐすく、そして間ぐすくま、リラックマ、これも可愛らしいですね。ぐすくま、ぐすくまはね浦添市にあります。さあ、アハゴン、ヒアゴン、アハゴン、ヒアゴン、カネゴンって感じですね。カネゴン知らないですか？ウルトラマンのカネゴン。これもね、名前とかでもあるんですけど、そういう地名もあります。アハゴン、ヒアゴン、アハネ、ヒアネと読んだりもしますけど、アハゴン、ヒアゴンというアハゴンじゃないんですけどね、イントネーションはアハゴン、ヒアゴン読みますけど、結構可愛らしい、ゴンゴンシリーズですね。チャッタン、ヨミタン、チョコランタンみたいな感じですね。これも非常に有名ですけども、なかなか面白い可愛らしいですよね。沖縄では谷と書いたらタンと読みます。チャタン、ヨミタン、チョコランタンですね。まあ、そういうね、沖縄の独特の読み方プラス可愛らしさがあるので挙げてみました。さあ次、キャン、キャンキャンキャン、まあ、これ知ってる方も多いと思います。糸満市にね、そういう地名がありますけども、これも非常に可愛らしいですね。こう犬が吠えてるようなキャンという地名もありますので行ってみてください。沖縄の可愛らしい地名ね、お口直しで5つ紹介しました。そうですね、まあ沖縄のエッチな地名、実際行ってみるともうその関係ないです。もうみんなその実際行ってみると、このすごいビーチも綺麗なビーチですし、そんないやらしいことないです。万国公園もいやらしいことない、子供たちが遊んでます。ぜひね、そんな沖縄のエッチな地名、遊びに行ってみてください。今日は沖縄のエッチな地名ベスト5を紹介しました。バイバイ。